こんにちは、浜野です。ギター上達のヒント、今日は理解を深めるというテーマでお話ししていきます。はい、まあ練習するとき、ね、同じ練習をするにしても、その練習の意味合いとかね、なぜそれをするのかっていうふうなところで、その理解が、まあ理解の度合いがね、どのぐらいあるかによって、その練習の効果とかね、まあそういったものが大きく変わっていきます、ね。ですから、できるだけ理解を深めるっていうことが、まあ大事なわけですね。まあ分かりやすいところで言うと、リズムの取り方なんかは、ちゃんとその数え方、譜割ですね。これを、きちんとこう、理解できてるか、リズムでね、こうちゃんと分かってるかどうかっていうことが大きな、ね、こう、ポイントになってきます、ね。やっぱ基本的な数え方が曖昧だったら、正確なリズムなんてこう、取りようがないですからね。で特に、まあ、譜点だったり細かい音符だったりっていうのが出てきた時にね、それをこうどういうふうにこう分割していったらいいのか、ね、分けていったらいいのかっていうところ、まあこの仕組みが分かってしまったら、その楽譜のね、このリズムのこう、まあ、割り方っていうのはそんなにややこしいものではないんですけれども、ね、だけどなんとなくこう苦手意識のまんまね、なんか難しいものだって言ってこう遠ざけてしまって、でそのままずっとこう長年月経つとね、なかなか理解が深まらないで、で結果としてやっぱりこうリズムが正確に取れないというふうなね、ことにもなってしまうこと多いんですね。はい、ですから、まあそうなるともったいないです。やっぱり理解しないで、なんかこう行き当たりばったりでね、やってしまうっていうのはもう時間の無駄になりますし、場合によってはどんどん反対方向、マイナス方向に進んでしまってね、余計無駄な時間を費やすっていうことにもなりかねないので、できるだけやっぱ速やかにね、理解しようとするっていうことがやっぱ大事ですよね。はい、であと他にも、例えばまあ技術練習、基本練習なんかする場合でもね、例えばなぜスラーの練習をやった方がいいのか、ね、こういう理由をやっぱりちゃんと掴んでるかどうかでやり方が変わってくるんですね。はい、スラーの練習っていうのは、まあ、例えば左手のね、その左指の独立性を養うため、ね、っていうその理由をはっきり意識していれば、やっぱりそういう練習の仕方になります。あるいは指の力をつけるためだったら、こう力強い弾き方ね、そういう練習の仕方になりますよね。ですけど、そういったところを曖昧にね、理解を深めないまま、まあとりあえずやってるだけっていう感じになると、まあやらないよりはマシかもしれませんけど、あんまり力もつかないし、その指の動きもね、こうシャープにならないので、指の独立性を養うことにもつながりにくいということで、せっかくやってるのが、まあ、あんまり十分な効果を発揮しないなんていうことにもなりかねないわけですね。はい、で、まあ、例えばスケールの練習、音階の練習なんかをするのにでもね、まあ、いろんなテーマ、ね、ありますけど、例えば左右のタイミングを合わせる、ね、指のタイミングを合わせるっていうことでも、それを意識してないと、ね、そういう目的があるんだっていうことを理解した上で練習していないと、まあ、なんとなく、ね、で、こう、なかなかそのタイミングがね、こう、しっかり合わせきれないまんま、ずれたまんまの練習をして、そういう指、左右の指をずらすための練習になってしまったりすることもあり得るわけですね。まあ、そうなると本当にもったいないです。せっかくやってることが十分な効果を発揮しないなんてことになるとね、これも全くね、それだったら、まあ、ちょっと練習することが逆にね、こう、マイナスになってしまうっていうこともあるのでね、そうなってはいけませんね。はい。でもうちょっと細かいところで言うと、例えば運指なんかでもそうですね。なぜそういう指使いになるのか、その理由をやっぱりしっかり分かってね、こう理解しておかないと、ね、そこを同時に抑えることで、ね、次の準備になるんだっていうことが分かってるかどうか。ね、はい、あるいは右手なんかでも、ね、例えば弦をこう渡るときに、ね、渡りやすいから、まあ、そういう右指の順序になるんだ。その意味合いが分かってるかどうかで、やっぱりその練習の仕方、その練習をする、まあ密度といいますかね。はい。そういったものが変わってくるわけです。ね。必要性が分かってるからこそ、それにね、こう、その必要性に、こう、かなった、ね、練習になってくるわけです。ね。だからそこが曖昧なまま、曖昧模糊としたまま、なんとなく、まあ、こうなんだろうなっていう雰囲気だけで、ね、その場の雰囲気だけで行き当たりばったりの練習していると、やっぱどうしても、ね、成果につながりにくい、ね、上達につながりにくいですから、まあ、そういったことがないようにね、ぜひとも理解を深めていく、なぜそれをするのか、ね、どういう意味があるのか、ね、あるいはどういう仕組みになっているのか、ね、まあ、いろんな理解って言ってもいろんな理解がありますけどね、そういったね、一つ一つその場その場でですね、こうどういう目的のものなのかっていう、その理解を深めながらね、練習するということを意識してみてください。
はい、ということで本日は以上となります。最後までお聞きいただいてありがとうございました。